キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。今日のバイブルメッセージは、神は心を止められたです。創世記30章22節から読んでみましょう。神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。今日は創世記の30章からヤコブの人生に起こったことについて共に考えてみたいと思います。ヤコブの人生はある意味で散々な人生ですね。昔の時代のことですから理解しにくいところもありますが、ヤコブは初め自分が願った女性と結婚できず、そのお姉さんと結婚させられてしまいます。最終的には願った女性とも結婚し、二人の奥さんを持つことになるのですが、その後のヤコブは気のめいるような二人の女性の争いの人生に巻き込まれていくのですね。二人の女性は子供がたくさんいることが女の幸せであると考えていました。ですから子供の数を競い合っていきます。そして子供が生まれなくなると、女奴隷を立てて子供をもうけました。さらに恋なすびという妊娠促進の効果があると言われる薬草を使って争いました。彼女たちは子供が生まれるたびに幸運だ幸せだと言いましたが、そもそもそれが本当の幸せだったのでしょうか。彼女たちは当時の社会が幸せだというものを無批判に受け入れ、当時の社会の考え方に振り回された不幸な女性たちだったのではないでしょうか。確かに彼女たちは子供をたくさん儲けましたが、ヤコブの家族はいつもギスギスして居心地の悪い不幸を味わっていたのです。今日の私たちも課題こそ違っても同じようなことをしているかもしれませんね。私たちの社会には何かこれが幸せだという固定観念があって、それによって競い合い、足を引っ張り合い、争っている。そしてたとえ目的を達成したとしても全く幸せではないということがあるものでしょう。多くの場合、人は苦労のあることは悪いこと、不幸なことだと考えます。けれども、苦労があることと幸せであることは別次元のお話です。苦労があっても、本当は幸せだということもあるでしょう。大切なのは、必要であれば一切を備えてくださる神様が共におられることを知って、時代の風に吹き回されない、本当の安らぎのある人生を生きていくことです。ぜひ、聖書を読み続け、その祝福があることを知っていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦雄です。今日はペテロの説教その2という題でお話ししましょう。今日のペテロの説教のポイントは、イエス・キリストの苦難と十字架、そして復活です。使徒の働きの2章の続きです。イスラエルの皆さん、今私の語ることを聞いていただきたいのです。あなた方がよく知っているナザレ人イエスのことです。イエスはあなた方の間で数々の力ある働きや奇跡や印を行いました。
このことによりイエスは天の父なる神から使わされたものであることを私たちに神が示してくださいました。ところがこのイエスを苦難と死に渡されることは主なる神様の定めた計画と予知とによるのですが、あなた方は彼イエスを不法の人々の手で十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放し、よみがえらせたのです。とペテロは説教しました。さて今日のペテロの説教で強調されていることは三つの点です。第一は、ナザレ人イエスは神が使わされた神の一人子であるということです。第二は、このイエスを苦難と十字架の死に渡されたのは、主なる神の定めた計画と予知によるものであったという点です。ところが歴史の現実は、イスラエルの人々がイエスを不法の人々の手で十字架につけて殺してしまいました。神のシナリオ通りになったのです。第三は、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放し、よみがえらせたのです。神の一人子が死に支配されるはずがなかったからです。さてペテロは手紙を書いていますが、その中でイエスの苦しみと十字架の死と復活についての意味と目的を次のように記していますので、そのペテロの言葉を読んで終わりましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。もう一箇所は復活について、第一ペテロの手紙の一章の三節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを得させてくださいました。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692、530-8692、支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元です。第4週の月曜日は歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日はキリストの愛の使命に生きた河合道について学んでみましょう。河合道は明治10年伊勢神宮の歴代宮司の家に生まれました。しかし明治維新の経緯の中、職を失った一家は開拓間もない北海道に移住します。道はそこでキリスト教と出会うのです。当時10歳だった道は宣教師サラ・スミスと出会い、スミス女学校、後の北西学園で豊かなキリスト教教育を受けます。卒業後、小樽でクララ・ロースが始めた青州女学校で生徒と寝起きを共にし、教科を教える寮母を務めました。そして1年後には上京し、ニトベ・イナゾー夫妻に伴われてアメリカにも渡り学びを続け、神の愛と聖書の深みを味わったのです。帰国後、後の津田英学塾の教授に就任し、当時立場の弱かった女性たちに聖書の語る神様の愛を基盤とした人格教育を施し、英語、歴史を教えました。その後道は
神様からの愛の使命として、キリスト教主義の女学校を作る夢を抱きます。その思いを恩師、二度部稲造に伝えたところ、真っ向から反対されます。資金や土地、建物や教師など、裏付けは何もなく、設立の思いだけが先行していましたから、正当な反対でした。しかし、未知のキリスト教女子教育への情熱は、二度目の助言でも止められないほど大きかったのです。そして、津田英学塾での未知の教え子たちが、計画に賛同し、尽力し、1929年、ついに、恵泉女学園が開校したのです。神への祈りが聞き届けられたとしか思えないほどの奇跡の連続でした。2年目からは未知の愛と情熱を聞きつけた入学希望者が増え、10年目には400人を超す女学校に発展します。創立10周年を機に、未知は支えてくれた人々に感謝を表すべく、マイランタンという雑誌を出版しました。それは、愛の使命のランタンが受け継がれた恵みを確認する印でもあったのです。聖書の言葉、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。新約聖書、エペソ人への手紙、3章19節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は旧約聖書詩式の6章から、神がギデオンをご自分の働きに召された時のことをお話しします。召すとは、神がその人を呼んでご自分の働きにその人を用いられることです。その頃イスラエルはミディアン人によって苦しめられていました。収穫の時期になるとミディアン人は必ずイスラエルに入ってきて収穫物を略奪していたのです。神はイスラエルをミディアン人から救うためにギデオンを召されました。神はギデオンに言われました。力ある勇士よ、私があなたと共にいる。神はギデオンを勇士と呼び、ミディアン人よりも強い神がギデオンと共にいると約束してくださったのです。しかしギデオンは言いました。ああ神よ、もし神が私たちと共におられるなら、なぜこんなことが起こっているのですか。神がエジプトで奴隷であったイスラエルを救い出してくれたあの驚くべき救いは今どこにあるのですか。神は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。ミディアン人を恐れていたギデオンは、この時神が共にいてくださるとはとても思えなかったのです。そして自分がミディアン人を倒すなどとは、到底無理だと決めつけていたのです。恐れおじけづくギデオンに神は言われました。行け、あなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。神はギデオンに、あなたは今のままで大丈夫だ。あなたはイスラエルを救うことができると約束してくださったのです。
さらに神は、私があなたを使わすのだと言われました。神はギデオンを召されたのです。神がギデオンと共にいてくださり、神がミディアン人を倒してイスラエルを救ってくださるのです。その後ギデオンは神の言葉に従ってミディアン人と戦います。その時ギデオンたちはたったの300人でした。しかし神が共にいて働いてくださり、ギデオンはイスラエルを救うことができたのです。ギデオンを呼ばれた神は、私たちにも声をかけておられます。神は私たちを礼拝に招いておられます。そのままで来なさい、と。明日は日曜日です。神を礼拝するために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエス・キリストがお語りになった言葉を紹介しましょう。新約聖書マタイの福音書6章34節ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス・キリストは、空の鳥を見なさい。野の花を見てよく考えてごらんなさいと言われました。神様は、空の鳥も野の花もちゃんと養い育っているのだから心配するなとお語りになったんですね。そして、明日のための心配は無用ですともお語りになりました。それは明日のことを心配しすぎて、今日、今というこの瞬間を生きることができなくなってしまわないようにということですね。つまり神様から与えられた今日という一日、この瞬間を大切に生きていきなさいということです。私たちは明日のことを心配しすぎる傾向があります。それは神様がいつも共にいて必要を備えてくださるということをなかなか信頼しきれないというところにあるのかもしれませんね。でも私たちは自分で自分の命を伸ばすことはできないし、明日何が起こるかもわかりません。すべては神様の御手の中にあるのですから、神様の導きに従って今を生きていくということが大切なんですね。もちろん、だからといって明日以降の計画は一切立てずに生活をするという意味ではありません。これからの計画を立てて準備していくことは大切です。車で夜道を走るとき、遠くは見えませんね。ヘッドライトが照らす目の前の道をただ進んでいくだけです。でもちゃんと目的地に着くことができます。私たちの人生も同じです。先はよく見えなくても、今与えられている目の前の道を神様を信頼しながら進んでいけばいいのです。またイエス様は、苦労はその日その日に十分ありますと言われました。人が背負っている苦労、これみんな違います。比べる必要はありません。それぞれの一日はみんな違います。その一日一日を大切にして、神様が明日のための心配は無用と言われるのですから、わかりました。今日というこの日を自分らしく、仕事のために、時には余暇のために、
健康のために、愛する者のために大切に過ごしていきますと告白しながら歩んでいくものとされていきたいですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島慎則です。聖書には十戒と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。聖書の言葉は人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。十戒第6回には、殺してはならないとあります。十戒第6回を生きようとするとき、第6回の解釈の歴史も考えておかなければなりません。なぜならば、第6回こそいくつもの解釈がなされ、歴史的に教会の立場を大きく分けた戒めだからです。つまり、殺しても良い例外的な解釈をしたいと願われてきた戒めでもあるからです。ある研究では、十戒第6回で用いられる殺すという言葉は、故意の殺人の際に用いられるのであって、戦争による敵の殺戮や神の裁きのもとに服した人間の死には用いられていないという人たちがいました。そのため、第6回殺してはならないは、故意の個人的な殺人の禁止を意味しており、戦争の禁止や国家における死刑の禁止を言っているのではないという主張がされることとなります。また、旧約聖書では戦争が神の命令によってなされていた記事を根拠に挙げ、この第6回の殺してはならないは、ある限定性を帯びているとも考えられたのです。そして、殺すことも可能にする正義の戦争という思想がキリスト教会に生まれてきました。この正義の戦争の概念は、すでにキリスト教会の中で4世紀頃からすでに生まれていました。正義の戦争とは、正しい原因で正しい意図を持ち、適切な方法で正当な当局が行い、財産が考慮され、非戦闘員への非攻撃がなされる場合、その条件が満たすと言われています。しかし、立ち止まって考えないといけないことは、その正しさを一体誰が判断するのかということです。戦争を行ういずれの国においても、自国の正義を必ず謳います。かつて適切な方法とされた残虐な兵器は数知れずあります。世界中の戦地で戦闘員も非戦闘員も次々と殺されていっています。正当な当局も正しい意図も奪われない財産など、ひとたび戦争が始まればどこにもありません。私たち人間の主張する正しさは、どこまで行っても罪に堕落していることを自覚していないといけないのです。聖書が殺してはならないと言っている限り、正義の戦争などはありません。戦争を支持してきたキリスト教会は、きちんとその罪を悔い改める必要があります。どこまでもどこまでも、人が人を殺さない、命が生かされる道を愚直に祈り求めていきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。今日のバイブルメッセージは銀を支払ったです。創世記の23章16節から読んでみましょう。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであった。アブラハムと長く連れ添った妻のサラが死んだ時のお話です。アブラハムは妻サラを葬るために土地を求めました。それまで反遊牧民族的な生活をしていたアブラハムでしたが、ここで初めて当時の法律にのっとって神様の約束の地に自分の土地を求めたのです。アブラハムが妻を葬ったヘブロンは、今日エルサレムの南南西30キロ、海抜約1000メートルの丘陵地帯に位置しています。もともとはキルヤテアルバと呼ばれ、水が豊かでブドウの名産地となっているところですね。アブラハムの時代にはヘテ人が住んでいました。そこでアブラハムは、その地に住むヘテ人エフロンから、銀400シェケルでその墓地となる土地を買ったといいます。シェケルは当時の通貨の単位ですが、今日の単位に換算するとだいたい4552キログラム。これは驚くべき高額です。当時アブラハムは裕福であったとされますが、裕福なアブラハムにとってもかなりの高額であったと考えられています。しかしアブラハムはそこで少しも値切っていませんね。しかもエフロンははじめそれをタダで差し上げるとアブラハムに申し出ています。なんともけものではないかと思われるような出来事ですが、アブラハムは相当な値段でその土地を得ようとしました。人は損得を考えやすいものです。常に得したいと考えています。しかしそれが間違いのもとなのでしょう。最愛の妻サラを葬るのにふさわしい土地、ふさわしいお金をかけている。たとえ善意から出た得になるような話があったとしても、なすべき正しいことを優先していく、そんな人柄を持っていきたいものですね。さりげなく人間の在り方を語っている聖書にもっともっと親しんで、神様にも人にも愛されていく歩みをさせていただきたいものです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。Thank you.
教協会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日はペテロの説教その1ということでお話しします。今日からしばらくの間、キリストの弟子ペテロの説教をお話ししましょう。ペテロは春の収穫祭に集まった人々に語りかけました。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、私たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではありません。このペテロの第一声は、聖霊降臨の出来事に人々は驚いていたからです。キリストの弟子たちが巡礼者たちの母国語で神様のことを語り始めたからです。また他の人が嘲笑って、この人たちは新しい酒に酔っているのだと弟子たちや信者たちをバカにしたからです。そこで弟子のペテロは立ち上がって語りました。私たちは酒に酔っているのではない、聖霊に酔っているのです。そしてペテロは続けて語りました。聖霊がすべての人々に注がれることは、預言者ヨエルが預言していたことに他なりません。ヨエルはこう預言しました。神はこう仰せられる。終わりの日には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。その時主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。さて、今日のペテロの説教の中心点は何でしょうか。それは聖霊、すなわち神の霊は主なる神を呼び求めるすべての人々に注がれるということですね。男性も女性も息子も娘も若者も老人も、そしてしもべたちも、さらに私たちにもです。そして聖霊は若者たちには幻、ビジョンを見させ、老人たちには夢、ドリームを見させてくださるのです。私には夢がある、 I have a dream と言ったのは、黒人人権運動の先頭に立ち39歳で暗殺されたマルチン・ルーサー・キング牧師の言葉です。黒人の子供と白人の子供が一緒に遊ぶことが彼の一つの夢でした。聖霊が私にも、そしてあなたにも幻と夢を見させてくださるのです。そしてその夢を実現させてくださるのは神様なのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか。岩井元です。第3週の月曜日はマルコの福音書から学んでいます。神の民イスラエルの人々は、神様から与えられた律法という神のルールに従い歩んでいました。そしてその律法を軽々しく破らないために、その律法の周りに細かい規定を設け、自分たちで守る人間のルールを決めていたのです。本来は神のルールを守るためにという目的だったのでしょうが、世代を経るごとにそれは積み重なり、次第に人々を縛る重荷になっていたのです。
ある時、イエスの弟子たちが宗教的な儀式としての手の洗いをせずに食事をしているのを見とがめたユダヤの指導者、パリサイ人たちはイエスを攻撃し始めます。自分たちが定めたルールをきちんと守らずに食事をした弟子たちを放置していると考えたからです。それに対しイエスは彼らを偽善者と呼び、旧約聖書のイザヤ書から、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れているとの言葉を引用した後、こう語りました。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。新約聖書、マルコの福音書7章8節。パリサイ人たちが律法を守るためにその周りに定めたルールは本来律法を守るためでした。しかしいつの間にか自分たちの権威を振りかざし、人々を支配し従わせる道具になってしまっていたのです。神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているとキリストに非難された彼らは、本来の恵みに満ちた神のルール、すなわち神と人とを心から愛し互いを喜び共に神の愛の中を生かされる歩みを取り戻す必要があったのです。キリストが彼らに語られた偽善者という言葉は、時に私たちの姿をも示してはいないでしょうか。自分を誇り、プライドにしがみつく高慢な在り方は、容易に私たちの心に滑り込んでくるからです。神様の恵みと愛に溢れたルールを聖書から学び続け、砕かれた心で周りの方々を喜び共に歩む、そんな人生を歩み続けていきませんか。キリストはあなたのすべてをご存知で、あなたの弱さや罪を示し、そして本来のあなたの姿、そして神の愛と恵みに生かされる歩みへと導き続けてくださるのです。神はあなたを愛し導いてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692、 530-8692、支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥頼和です。今日は旧約聖書詩編33編からお話しします。詩編は神を褒めたたえる賛美歌を集めた歌集とも言うことができます。33編はその賛美歌の一つです。33編のテーマは、私たちは神を喜び、神に信頼するという告白です。33編21節でこのように語られています。誠に私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる御名により頼む。33編は、人が神を喜び、神に信頼する3つの理由を語っています。人が神を喜び、神に信頼する1つ目の理由、それは、4節で、誠に主の言葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実であると語られています。御業とは神の行い、神の働きのことです。33編は、神の言葉と御業について、まず、神がすべてのものを作られた、神の創造の御業のことを語ります。神は言葉によって、
すべてのものを作られたのです。そして9節で、主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つと語っています。神の言葉は必ずその通りになるのです。それが人が神を喜び、神に信頼する一つ目の理由です。二つ目の理由は、11節で語られている主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続くということです。これは神のご計画は完璧で変わることがないということです。特に神の救いの計画は完璧で変わることがない確かなものです。神は神を信じる者を必ず救ってくださるのです。これが神を喜び、神に信頼する二つ目の理由です。三つ目の理由は、18節で語られている主の目は主を恐れる者に注がれるということです。神は神を信じる者をいつでもどこにいてもしっかりと見守り、心に留めてくださっています。これが神を喜び、神に信頼する三つ目の理由です。私たちも神を喜び、神に信頼するものとなりましょう。明日は日曜日です。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号770-8691、 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘之です。イエス・キリストはお語りになった言葉を最初に紹介しましょう。新約聖書マタイの福音書6章34節、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス・キリストは明日のことは心配するなとお語りになりました。でも私たちはいろいろなことに心配し、たくさんの思い煩いを抱えて悩み苦しんでしまうことがよくありますね。イエス様はそんな一人一人に、空の鳥を見なさい、野の百合を見てごらんなさいとお語りになったんです。身の回りにある自然の一つ一つの営みを観察して、よく考えてごらんなさいと言われたんですね。私の友人が海外青年協力隊の隊員としてケニアに行きました。しばらくして手紙が届いたんです。そこにはこう書かれていました。ある日、仕事中にふと空を見上げてみました。青い空、そして白い月がありました。夜空の月でさえ、ろくに見たこともなかったのに、月がこんなに美しいとは知りませんでした。イエス様は、空の鳥を見なさいとも、百合の花のことを考えてみなさいともおっしゃいました。よく見れば、なるほど、花一つとっても、ソロモン王の栄華よりも勝っていると、例えられているほどの美しさです。野の花、鳥たち、そして一羽のスズメさえも、これほどよくしてくださる方が、まして私たちにどれだけの思いをかけていてくださるのかを、恩知らずにも今まで気づいていなかったような気がしました。そして本当に、
何も恐れることや心配することなどないのだと思いました。こんな手紙だったんですね。私たちは自分自身や目の前の問題を見ては心配したり悩んだりすることが多いんですが、目を上げて空の鳥や野の花を見回してみませんか。偉大な神様がおられることを思い起こすことができます。そしてこの神様が心配するなとおっしゃるんですから、安心ではありませんか。今日窓辺から聞こえる鳥の声に耳を傾けてみませんか。野の花を見てその小さな花の美しさに思いを寄せてみませんか。そして神様が私の人生を大切に育んでいることを信じ、一日をスタートしていきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。聖書には十戒と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。十戒をはじめとした聖書の言葉は人間を縛りつけるものではなく自由へと導くための言葉なのです。十戒第六戒には殺してはならないとあります。殺人は人が神の場所に立つことになるということを見てきました。それと同時に殺人は神ご自身のご性格に真っ向から反する行為となります。創世記において命の木の実を指して神様は取って食べてはならない、それを食べるとき必ず死ぬという約束を人間に与えられました。しかしその約束を破ってしまったアダムとエバにエデンの園の追放という神様との交わりの断絶がありました。必ず死ぬという神の約束は神からの交わりの追放、霊的な死という裁きで行われたのです。しかしその一方で肉体の命は保たれました。なぜでしょうか。それは神様のご性質が人間アダムとエバの霊的な命の回復を願っておられたからです。そして人間の肉体が死なないようにと皮の衣を着させてくださいました。生きている間に神様との命の交わりが再び回復することを神様は望まれ続けられたからです。そして神様はイエス・キリストをご自身の十字架をもって命がけで人が神との命ある交わりの回復に生きられるようになさいました。ここに神様のご性質である人を生かそうとされる回復の行為があります。神様は今も全ての人と霊的な関係の回復を願っておられます。関係回復のために全力で私たちに愛を示しておられるのです。しかし殺人はこの肉体的な命を奪い取ります。殺人が起こってしまうならその命が神様との交わりの回復を妨げることとなります。神様の願っておられる関係を再び回復することのできない破壊をもたらしてしまうのです。なぜ殺してはいけないのか。命を管理しておられる神様が地上において神のなそうとされている霊的な命の回復の道を閉ざすこととなるからです。第六回の違反は我が子キリストの命をかけてまでなそうとされた私たち人間の霊的な回復を真っ向から否定する神様の悲しみをもたらす行為であることは言うまでもありません。殺人は人が神との交わりの回復がもうできない場所に置くことになるからです。あなたの命も
神様との交わりの回復のために神様が力を尽くそうとされています。私たちの命生かされている今のうちにイエス・キリストのもとへと帰っていこうではありませんか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、 990-8691、 山形郵便局支所箱72番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。今日のバイブルメッセージは、苦しみを聞き入れられたです。創世記16章11節から読んでみましょう。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。今日は創世記に描かれたハガルの人生を考えてまいりましょう。ハガルに起こった出来事を知ると、本当にかわいそうだというか、人生って何なのかなと思うところがありますね。ハガルは創世記の中では完全に脇役です。しかもご主人のアブラムとその妻サライの人生に振り回された散々な出来事に遭遇しますね。今の日本では考えられませんが、当時は後継ぎが欲しいのに子供が生まれなかったのなら、奴隷に子供を産ませて後継ぎにするという考え方がありました。アブラムの妻サライは奴隷のハガルを選びました。そしてハガルはイシュマエルという子供をご主人のアブラムとサライさんのために産んだのです。ところがその後、ハガルはご主人の妻サライを軽く見るようになってしまったので、ハガルはいじめ抜かれて、結局子供もろともに家を追い出されてしまうのですね。当時働く術のない女性が一人で子供を抱えて追い出されるというのは、もう死ぬしかないという状況でした。ご主人の妻、サライを軽く見た報酬があまりにも手厳しい。そもそも考えてみれば、アブラムとその妻、サライの都合に振り回された結果ではないか。なんとも不条理なと思うところですね。ただ、彼女が奴隷であった以上、その立場を超えることは、やはり当時は許されなかったのです。当時の時代にあっては当然の報いだったのでしょう。けれどもどうでしょうか。私たちにはそんなことはよくあるものですね。人間というのは本当に愚かなもので、未熟さのゆえにいろいろと失敗してしまうものです。そして失敗した挙句に取り返しのつかない結果を刈り取る、つまりハガルのように煮えを飲まされることもあるでしょうね。でもそんな時にこの箇所をもう一度よく読んでほしいのです。神様はそんな愚かなハガルのこともちゃんと心に留めてよくしてくださっていますね。人が見捨てても神様は決して見捨てられないお方です。不条理な結果を刈り取った、もう自分の人生はダメだと思う時にこそ、神様の配慮があることを信頼してまいりたいものですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691、福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日はふるさとの言葉でという題でお話ししましょう。聖霊降臨の出来事はイエスキリストの弟子たちや信徒たちにとって衝撃的なことでした。激しい風が吹いてきたような音と舌のようなものが炎のように分かれて現れ、弟子たちと信徒たちの上にとどまったからです。使徒の働き2章の続きです。さて、この出来事は杉越の祭りから50日目の収穫祭の時でしたので、人では大勢でした。聖霊降臨の物音を聞いた巡礼者たちが集まってきたのです。信仰深い人たちはあっけに取られてしまいました。さらに驚き怪しんだと聖書に書いてあります。それは弟子たちが自分たちが生まれたふるさとの国語で話していたからです。互いに顔を見合わせながら言いました。今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。しかも多くは漁師たちではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは、一体どうしたことなんだ。巡礼者の中にはメソポタミア地方、カッパドキアの小アジア地方、エジプト、それにリビアの地方から来ていたユダヤ人たちでした。ローマからの巡礼者といった具合に、当時の全世界から集まっていたのです。それがどうでしょう。それぞれの生まれ故郷の言葉で神様の話を聞くことができたのです。ですから聖霊降臨の出来事はバベルの塔で混乱した言語が再び一つにされていく時だったのではないでしょうか。言葉が分からなければ心の交流はできません。聖霊は様々な異なる言語や文化を超えて私たちの心に一致を与えてくださるのではないでしょうか。同じ言葉を語りながらお互いを理解することが困難な時代になってきました。理性をもって互いに話し合うことができなくなりつつあります。顔中口だらけの怪物が自分の主張だけをオウムのように繰り返すだけになってきました。天の神様からの聖霊を注いでいただき、お互いが理解できるふるさとの言葉で話したいものです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。
スト協会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元夫です。第2週の月曜日は旧約聖書に登場するヨセフの人生について学んでいます。私たちは様々な失敗をしますね。聖書は人間の弱さを隠しません。通常であれば歴史から消されかねない王様の罪や過ちをもう隠さないのです。弟ヨセフを妬みエジプトに売り飛ばすことを提案したユダも失敗の多い人でした。ユダの長男と次男が次々と亡くなる中、本来ならば三男に嫁がせるべき長男の嫁タマルを三男の死を恐れて嫁がせません。さらにはユダ自身が遊女のなりをしていた嫁タマルと知らずに関係を持ってしまうのです。ほどなくタマルの妊娠がわかるとユダはタマルに死を宣告します。しかしタマルはその子が衆とユダによることを明らかにします。ユダは自分の罪を認め神様の前に出るのです。この後ユダが大飢饉が続く中、穀物を求めて末の弟ベニヤミンと一緒にイスラエルからエジプトに下る直前、父ヤコブに命を懸けて末の弟の責任を負うことを誓います。ヨセフを売り父を騙したユダでした。父の悲しみをも知る中、ヨセフの実の弟ベニヤミンを守るとの約束はユダの心の変化、悔い改めをも表していたでしょう。エジプトの大臣ヨセフと共に豊かな食事をし、穀物を買い戻る途中、兄たちは大臣の銀の杯を盗んだと疑われます。それはヨセフの策略でした。ユダたちは自分たちの潔白を示すためにその杯を持っていた者の死と兄弟全員が奴隷となることを宣言します。しかし銀の杯はベニヤミンの袋から発見されてしまったのです。全員でエジプトに引き返した後、ユダは兄の代表としてヨセフの前に出ます。ユダはヨセフに父ヤコブの悲しみの深さを伝え、ベニヤミンを連れ戻さないと父は死ぬと語ります。そしてベニヤミンを助けるべくこう語るのです。どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。旧約聖書創世記44章33節。失敗を重ねたユダでした。しかし兄弟の罪を代表して受け、自分を犠牲にする砕かれたユダの姿がここにあります。主はこのユダの子孫の中にダビデ王を、そして救い主キリストをも誕生させるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は旧約聖書ヨシュア記22章からイスラエルに起こった分裂の危機とそれがどのように解決されたのかをお話しします。イスラエルは神が与えると約束してくださったカナンの地を手に入れることができました。カナンの地での戦いが終わり、約束の地を支配することができると、一緒に戦っていたルベン族、ガド族、そしてマナセ族の半分は、
自分の相続地であるヨルダン川の東側に戻ることになりました。イスラエルが約束の地を手に入れる戦いを始めるとき、この三部族はヨルダン川の東側を自分たちの相続地としてすでに手に入れていました。そんな彼らに神は西側の土地を手に入れるために他のイスラエルの部族たちと一緒に戦うように命じられました。彼らは神の命令に従って戦いました。約束の地を手に入れることができたとき、指導者ヨシュアは三部族が神の命令に忠実であったことを褒めました。そしてこれからも神に忠実であるようにと命じて、彼らをヨルダン川の向こう側へ送り出したのでした。東側に渡った部族はヨルダン川のほとりに大きな祭壇を築きます。ところがその祭壇を見た西側の人々は、彼らが神の戒めに反して神を礼拝するところを勝手に作ったと思ったのです。彼らはヨルダン川の東側の人々を裁くために戦いの準備をしました。しかしその前にまず祭司を中心とした調査団が西側に派遣されました。調査団は彼らが神の戒めに逆らって自分たちで礼拝するところを決めてしまったのではないかと問いただしました。この話し合いの中で彼らの間にあった誤解は解かれました。東側の人々はその祭壇のことを、これは私たちの間での主が神であることの証だと言いました。東側の人々は自分たちだけのことを私たちと言ったのではなく、東西の人々、すなわちイスラエル全部族のことを私たちと言ったのです。こうしてイスラエルは住むべき土地が与えられ、民族としての一致、絆が与えられました。どんなに離れていても、神を信じる者たちには、神による一致、絆が与えられます。明日は日曜日です。神を礼拝するために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。お送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエス・キリストは人々に、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分ありますとお語りになりました。私たちはいろいろなことを心配しながら過ごしていることが多いですね。でもイエス様はそうした心配に対してどのように対処したらよいのかを教えてくださったのでしょう。まず誤解しないでいただきたいのは、イエス様は心配は一切してはいけないということを言っているわけではありません。心配とは心を配ると書きますよね。いろいろなことに心を配ること、配慮することは毎日の生活に必要なことです。例えば家族の健康を心配して体に良い食事を用意するとか、体調が悪ければ心配して健康診断を受けたり診察してもらう、これいいことですよね。例えば山登り、登山をするときには前もって地図でルートを確認して天候を調べて万全の準備をして登る必要がありますよね。もし
や、イエス様は明日のことは心配するなと言われたのだから、何の準備も必要ないと考えるなら、それは無謀なだけなんです。またイエス様が、衣食住のことは心配するなと言われたから、働かなくてもいいんだと考えるのは、これは無責任なわけですね。イエス様は、私たちに無思慮、そして無責任、無分別になることや、将来の計画を立てずに、その日暮らしの生活をすることを勧めておられるわけではありません。ではイエス様が、心配してはいけませんと言われるときの心配とはどのようなもんなんでしょうか。それは、私たちはいろんな恐れや不安を持ちますね。でもそうした恐れや不安で心縛られて、喜びや自由や希望、そういうものが失われてしまうような心配もあります。そういう心配は、そうですね、思い煩いと言い換えてもいいかもしれませんね。聖書の中にはこう書かれています。第一ペテロの手紙5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は、あなたのことを心配してくださり、心を配ってくださる神様がいてくださるんですよと教えてるんですね。だからこの方に人生を委ね、お任せするという態度をまず備えていくこと。それが心配に対する最初の備えなんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。実会第6回には、殺してはならないとあります。本当に人を殺してはならないのかという問いを持つとき、神様を抜きにして考えることはできません。戦争が肯定される意見が世の中にあります。死刑制度もまたそうでしょう。奪わないといけない命があると声高に叫ぶ人たちがいます。しかし私たち人間は、それぞれ自分で自分の命を所有しているのではありません。私たちの命は、私を作り、私を神様との交わりの中に常に置いておられる神様が所有されているのです。命の管理者が神様であることを思うときに、生殺与奪は神様のなさることであり、殺すということは神様と等しい位置に立つことを意味することとなります。まさに殺人は、人間を神様の立っておられるポジションに立たせることとなります。殺人は何より人の命の所有者である神様に対して、神を神とすることのない実会第一回の違反であり、神様のものである命を神様から盗む第8回の違反でもあるのです。人が人を殺すことのできる理由を得るために、人が神様のようになってきた歴史があることを忘れてはいけません。神の名を語り、戦場の兵士たちを励ましてきたこともキリスト教会にはあります。 God bless you と戦意を駆り立て、神様の名の権威のもとに命を奪うことを正当化してきた人間の歴史です。日本では、清国日本のもとに戦争したことがほんの70数年前にありました。
そしてそれはアジアを解放するための正義の戦争だとされたのです。今も世界中であらゆる宗教の神の名のもとに青年たちがその命を奪われていく現実があります。正義の名前を用いながら殺されていく命があるのです。しかしこの世界で殺されて良い命など一つもないのです。私たちは今朝も共に祈りたいと思います。殺されそうになっている命があるならば、この瞬間も神様の守りの中にあるようにと、人間が神様の立場に立って愚かな判断をすることがないようにと、平和な世界が訪れ、神様によって与えられたそれぞれの良いものが生かされて生かし合って、命の尊ばれていく社会になっていくようにと祈りたいと思うのです。第6回を学んでいく中で、私たちに必要な姿勢は祈りです。あなたもぜひ祈ってください。あなたの平和のためにも、私も祈っています。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。今日のバイブルメッセージは、雲の中に虹を立てるです。創世記9章13節から読んでみましょう。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。雨上がりの虹を見て皆さんは何を思いますか。綺麗だなと思いますね。なぜこんなものができるんだろう。なぜ、科学的に、虹は光の屈折や反射によって起こる現象なのですが、科学ではない世界のなぜを考えたことはあるでしょうか。子供のような質問かもしれませんが、聖書はそのなぜに答えています。今日はそのお話をしてみましょう。旧約聖書の創世記にノアの箱舟と呼ばれて親しまれてきたお話があります。その昔、神が天と地、そして人間をお作りになった後、人間はその神様を認めようとせず、神様に背いた出来事がありました。そして人間は堕落し、悪に傾き、人間社会も腐敗を極めました。その様子を神様はご覧になって、全人類を大洪水で滅ぼそうとお決めになったのです。ところが、そこにただ一人、目に見えない神様を認める正しい人ノアがいたので、神様はこのノアとその家族を救おうと箱舟の建設を命じられます。ノアの正しさは、真面目にその神様の命令に取り組んだところにありますね。ノアは箱舟を完成させ、結果、箱舟に乗ったノアとその家族は大洪水から守られて救われました。大洪水の水が引いて生き残ったノアとその家族が箱舟から出てきた時に、空には美しい虹が出ていたのです。神様はノアにこの虹を示しながら約束します。もはや大洪水の大水で地を滅ぼすことはないと。人間の心は悪に傾くものだからと人間の弱さも認められました。つまり、雨上がりの虹は、たとえこの地上に洪水がたびたび起こるとしても、それで全人類が滅ぼされることはないという神様の約束の印です。この天と地をお作りになった神様がおられます。その神様は天の水門をはじめ全てを支配しておられるだけではなく、
人間の弱さも理解しておられるお方です。なぜ虹ができるのか、それはあなたに心を傾けておられる目に見えない神様がおられる印です。聖書を読んでその神様を知っていただきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日は、一同は聖霊に満たされという題でお話ししましょう。私たちキリスト信徒は、天地万物の創造と摂理の父なる神を信じています。また私たちの罪の贖いのために十字架にかかり、三日目に復活された神の一人子、イエス・キリストを信じています。そして、神とキリストから使わされた聖霊様を神として信じ、告白してまいりました。使徒の働き二章に入ります。さて、五旬節の日が来たので、イエス様の十二使徒たちと信徒たち一同が集まっていました。五旬節の日とは、杉越の祭りから数えて50日目、ギリシャ語ではペンテコステと言います。この50日目に当たりました春の収穫祭の日でした。国内はもちろん、国外からも多くの巡礼者たちがエルサレムの都に集まっていたのです。みんなの者が一緒に集まっている時でした。突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っている家いっぱいに響き渡ったのです。まさに復活されたイエス様が約束された聖霊の降臨でした。聖霊が激しい風に例えられていますね。また次に起こったことは、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人々の上にとどまったのです。聖霊は炎のように燃える存在で、信じる者一人一人にとどまり、心の中に熱く内住してくださるようです。ですから、この後、一同は聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で、イエス・キリストの証人となり、語り出すことになりました。聖霊に燃やされて、主イエス様にお仕えすることができるのです。聖書の言葉に、霊に燃え、主に仕えなさいとあります。ここで大切なことは、一同は聖霊に満たされたという出来事です。聖霊は個人個人に働きかけるのですが、それ以上に一同に集まっている全員に働きかけるということです。キリスト信徒がなぜ、毎週日曜日に神様を礼拝するために教会へ集まるのでしょうか。それは、集まっている一同に聖霊が注がれ、一同が聖霊に満たされる幸いを経験するからです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、
分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦男です。今日はペテロの説教のその3ということでお話ししましょう。イエス・キリストはダビデの子孫として生まれました。救世主すなわちメシアはダビデ王の血筋から生まれるとイスラエルの人々は固く信じていました。そこでペテロの説教はダビデとイエスの関係に向かいます。ダビデはイエスの復活を予言してこう語りました。あなたは私の魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないであろう。これはダビデのことを語っているのではありません。兄弟たちよ、族長ダビデについては、彼は死んで葬られ、現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っています。ダビデは王様と同時に預言者でしたから、イエス・キリストの復活をあらかじめ知っていて、彼は黄泉に捨て置かれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもない、と詩編で語ったのです。ですから、神がこのイエスを死人の中から蘇らせたのです。私たちは皆イエスの復活の証人なのです。イエスは復活の後、天に昇られました。そして神の右に挙げられたのです。そこで父なる神の約束である聖霊を受けて、その聖霊を私たちに注いでくださいました。この聖霊の注ぎは、あなた方が今、見たり聞いたりしている通りです。ですから、イスラエルの前科は、このことをしっかりと知っておいてもらいたいのです。あなた方が十字架につけて殺したこのイエスを、神は主またキリストとしてお立てになったということです。自分たちが十字架で殺害したイエスが、実は自分たちにとっての救い主であったという事実でした。これこそ不思議という名を持つ主なる神様の計画だったのです。罪を憎みながら、罪人を愛してやまない神のお心だったのです。この私の罪の身代わりに十字架に死んだイエスを、仰ぎ見る信仰だけで、罪の許しと永遠の命が私たちに与えられるのです。聖書の言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。
協会がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか？岩井元です。最後の週の月曜日は、歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日もキリストの愛の使命に生きた河合道について学んでみましょう。伊勢神宮の歴代宮司の家に生まれた河合道は、移住先の北海道でキリスト教と出会い、その愛の使命に生かされました。アメリカで教育を受けた後、日本でのキリスト教女子教育者として活躍し、恵泉女学園を創設、日本の女子教育に大きな功績を残したのです。また誤解を恐れずに言えば、彼女の尽力がなければ昭和天皇は戦争責任者として裁かれる可能性があったのです。河合道が宮司の家に生まれたキリスト者であるということも、神様は不思議に用いてくださったのではないでしょうか。経緯はこうです。戦後、天皇の戦争責任が論じられた時期でした。ある時、占領軍総司令官マッカーサーの右腕フッカンフェラーズは河合道に、仮に天皇を処刑することになったら日本国民はどんな反応を示すかと聞いたのです。道は断固反対します。フェラーズは驚きます。道がクリスチャンであり、戦時中戦意高揚の死など学校設置を断固拒否し、拘束されたこともあったからです。フェラーズは道との話し合いを通し、天皇を裁いてはならないとの信念を固めます。アメリカ世論の 70% が天皇の処分を要求し、そのうち死刑の要求が 33% もある中でした。フッカンフェラーズは河合道の協力のもと、約10日間で意見書を書き上げます。この意見書がマッカーサーに決定的な影響を与え、約4ヶ月後、マッカーサーは本国政府に最終判断を報告。ワシントンでの天皇訴追論は終止符が打たれたのです。河合道が抱いた愛の使命は日本全体にも及んだとも言えるでしょうか。キリストの愛に生かされ、その愛に生き続けた道の原点には、神にある人々との交わり、国籍や人種を超えた愛と友情があったのです。聖書の言葉、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。新約聖書ヨハネ第一の手紙4章16節18節。神の愛に生きた河合道の生涯、私もそれに習い生かされていきたいと願います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066、盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は旧約聖書詩式の9章に出てくるシェケムで起こった悲惨な出来事についてお話しします。ミディアン人からイスラエルを救ったギデオンが死んだ後、ギデオンの息子の一人アビメレクが、なんと自分の兄弟たちを殺してシェケムの王となりました。このアビメレクは3年間イスラエルを支配しました。その間にアビメレクを支持していたシェケムの人たちは、
彼に反感を持つようになっていました。そして彼らはガールという人を担ぎ上げ、アビメレクを倒そうとしました。ところがシェケムの人々の裏切りを知ったアビメレクは先手を打ってシェケムを倒してしまいます。アビメレクはシェケムに対して徹底的に報復をします。彼はシェケムの町々を焼き払い、人々を虐殺していったのです。ところが彼がある町に入った時、その町の女の人が櫓の上からアビメレクの頭に引き薄の上石を落としました。するとその石は彼の頭を砕いてしまったのです。外国の略奪から救われたイスラエルでしたが、今度は内輪揉めが繰り返されるようになってしまいました。怒りの感情は怒っているその人を支配します。やられたらやり返す。その報復はどんどんエスカレートしていきます。そして人の怒りは相手を傷つけるばかりでなく、自分自身をも滅ぼしてしまうのです。聖書は、神がアビメレクの悪の報いを彼に返され、シェケムの人々のすべての悪の報いを彼らに返されたと教えています。神が正しく裁かれたのです。新約聖書ローマ人への手紙12章19節はこのように語っています。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。人の報復は憎しみや怒りから引き起こされる悪です。しかし神はその悪に報いられるお方です。正しく裁かれる神を恐れましょう。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。旧約聖書詩編19編9節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘樹です。イエス・キリストがお語りになった言葉を紹介しましょう。新約聖書マタイの福音書6章34節。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス・キリストは私たちに大きな励ましとなる言葉を語りかけてくださいました。それは突き詰めれば、心配するな。愛と真実に満ちた神様がおられるのだから、ということだと思うんですね。あなたは16世紀に活躍したドイツの宗教改革者、ルターという人をご存知でしょうか。こんな彼のエピソードを読んだことがあります。ルターがある時非常に落ち込み、頭を抱えて部屋に閉じこもってしまいました。すると奥さんが、なんと喪服に着替えて、ルターのそばに立ったんです。ルターはびっくりして奥さんに尋ねたそうです。なんだ、葬式に行くのか。誰が死んだのだ。すると奥さんはこう答えました。はい、神様がお亡くなりになったんです。するとルターは怒っていました。バカなことを言うな。神様が亡くなるわけがないではないか。すると奥さんがこう答えたんです。
神様が生きておられるなら、どうしてあなたはそんなに思い煩い、失望なさっているのですか？あなたのその姿を見て、てっきり神様がお亡くなりになったのだと思ったんです。そう言ったというんですね。ラジオを聞いているあなたに、私はぜひ伝えたいことがあるんです。それは聖書の神様は今も生きておられるということです。私たちを愛し、私たちのために必要を満たし、励まし、慰めを与えてくださる神様は生きておられるんです。私たちは思い煩い、落ち込み、不安な時がありますね。でもそんな時に聖書の言葉をぜひ思い起こしていただきたいんです。聖書にはこう記されています。第一ペテロ5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。また、新約聖書、ピリピ人への手紙4章6節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この神様によって守られる人生があることを、あなたもぜひ知っていただき、不要な心配から解放されて歩んでいっていただきたいと願っています。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。聖書には十戒と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。十戒をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。十戒第6回には殺してはならないとあります。前回正義の戦争の話をしました。そもそも正義の戦争の概念は、聖書の発するキリスト教的なものでしょうか。ある学者は、正義の戦争はキリスト教化されたローマ帝国の中で作り上げられてきた思想であると指摘します。何よりイエス様が十戒第6回を解説されている箇所に注目しないといけません。新約聖書で第6回の本来的な意味をイエス様は次のように解説されました。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。ここでイエス・キリストは、殺人の禁止だけではなく、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならないと、兄弟に向かって腹を立てるということにまで十戒第6回の射程が入っていると語られました。このイエス・キリストの言葉を前にするとき、殺してもよい限定的なケースなどは世界のどこにもありえません。イエス様の言葉によると、十戒第6回が腹を立てることの禁止を含み込んでいるのに、どうして国家の戦争による殺人を許容していると言えるでしょうか。戦争の開始から戦争の真っ最中に腹を立てられる腹立たしい思いを生まない戦争など存在はしません。戦地において
客観的で冷静さを保つことのできる戦争などはどこにもありません。必ず戦地にはバカ者脳なしという言葉があふれます。自分の仲間を殺し、自分の大切な何かを奪った相手に憎しみや怒り、復讐心をかきたてる結果が生み出されます。それは当然自分の側にも相手の側にも巻き起こすこととなります。聖書には兄弟を憎む者は皆人殺しですと語り、憎しみという感情はすでに人殺しであると断言されています。私たちの生きているこの世界から憎しみや怒りがなくなっていきますように。イエス様のもたらされた平和がこの国と世界を包んでいきますように、今朝も心から祈りたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。